一斗缶の底にあれをなんだっけ石膏ボードを敷き詰めます。一応断熱のために。それで練炭を上に入れると。この上に、去年大きい鉢買った時にこれも買ってたんで、ちっちゃいの一回り小さいやつ1980円だったかな、これを乗っけます。ただこれをここを少しカットしなきゃいけない。10センチぐらいカットしてギリギリこれに乗っかるサイズにしたいと思います。カットします。ホルツのパテ、700度でも大丈夫だというんで、これで補修したいと思います。絶縁テープ250度まで OK だそうです。これを巻きます。
こんなイメージでどうかな。これに鉢をかぶせて真ん中に練炭を入れると、こんな感じで鉢をかぶせて、よいしょ、上から練炭を入れると。どうだろう。一応今回はここまでにしといてやるか。あとはここ手前と上の蓋だな。これを下に、ここに入れます。うん、下に貼りました。で、あと保温材を入れて蓋をします。ファイバーグラスをやりました。あとこれを蓋をして上の蓋をすると。ダイソーで買った100円の鉢スタンド、これがちょうど入るんだね。ただ下がちっちゃいんで、これ前に買ったやつ、これをカットして上と下をね、合わせる。そうするとこの中にガイドとしてこういうネットを張る、ね、2つを1つにしました。針金で結んで、まあなんとかなるかな。はい、こんな感じになります。ガリバー板を丸めてボルトで留めました。これを中に入れます。よいしょ。こんな感じで周りに、なんだっけ、あの石、あれを入れます。ゼオライト、ゼオライトを周りに入れました。で、これがそこに入ります。車載用の、つぼ焼き芋兼オーブンですね。これで、ローストビーフも作れます。収まりました。これで
前のあれは大きか大きすぎたもんな、あと蓋を作ってこの上にガス台も乗っけられるようにすれば OK です。